町田さん、うん、何かと話題になることの多いピットブルについて教えてください、うん、ブルドッグの時もちょっとね似たようなことは言ったかと思うんですけども、ピットブルっていうのは犬種じゃないからね、うん、あの闘犬のことをピットブルって言うんですよ。ピットドッグですね。闘犬のことはピットドッグって言うんです。ピットっていうのは穴、ね、そのままね、単純にねダイレクトに直訳すれば穴とかそういう意味になりますけども、この場合のピットっていうのは闘犬場のことをピットって言うんです。ですから闘犬用の犬っていうのはピットドッグで、闘犬用のブルテリアっていうのはピットブルテリア、うん、でもしそれがテリアじゃなくてブルドッグなんだと主張するんであれば、それはブルテリアじゃなくてブルドッグなわけですからピットブルなんです。でただピットブルって言えばブルドッグなのかブルテリアなのかどっちか分かんないから、あのピットブルテリアよりかはちょっと範囲の広い言葉になります、本当はね、うん、ただ今はねピットブルっていうと今一般的にみんなが指すこと、指すものっていうのは犬種としてのアメリカンピットブルテリアのことを多くは指すと思う、うん、ピットブルはよく事件も起こってるとは思うんですけど、うん、なんで事件が起こってしまうんですか。飼育頭数が多いからです、うん、それだけですね。別にピットブルだから事件を起こす数が多いというのではなくて、あの飼育頭数が多いから事件の回数が多いわけです。ですから簡単に言うと現状で言えばニュースになりやすいのはやっぱりピットブル一発一発も大きいし、それに、ピットブルテリアという名前だけニュースになりますから、多く感じますけど、実際に人に噛みついている数って言ったらピットブルよりか柴犬の方がどう考えたって多いわけだし、うん、そういうことで、頭数が多いから目立つんです。要するにアメリカなんかでピットブルテリアってとってもね非常にね、人気な犬です。あのペットとしてとっても人気の高い犬ですので、飼育頭数が多いので事故の件数も多くなります。そしてあとはもう一つピットブルが噛んだって話題性が高い、やっぱり、うん、闘犬用の犬でしょ、あれ噛んだ危ない危ないってなりやすいし、で実際噛みつく力も強烈です、めちゃくちゃすごいから、そこのところもやっぱりニュースになりやすいというかなっちゃうよね。だって、噛みつく数から言ったら柴犬やね、柴犬だとかね、そこらね、チワワの方がね、ピットブルよりもね、噛みついた回数って多いと思う、人間に怪我させてる回数はね。だけども、ピットブルに噛まれたらば、やっぱめちゃくちゃの大怪我になるもん。うん、だから怪我の度合いが違うから、だからそこら辺もニュースにありやすいよね。だから数が多いんじゃなくて、大怪我する人の人数はピットブルに噛まれた人の方が多いよ、そりゃ。うん。だからやっぱり目立っちゃうんだよね。うん、だからなんでっていうのは、なんで噛み、ね、実行が多いんですかっていうのは飼育頭数が多いから、そしてなんで目立つかっていうと、ピットブルってネームバリューだね、あれネームバリューがあるから、クローズアップされやすい、それとあと、噛んだ場合にチワワや柴犬が噛んだようなもんじゃすまんない、もう大怪我になっちゃうから、だから一発一発がでかいから、ね、大事故につながりやすいので、ニュースにやりやすいので目立ちやすいということです。ピットブルの強さの秘訣、それは持久力です。持久力とあとこのゲームネスですね、このやる気ですね、いつまでもいつまでもやる気がね絶えないんです。普通に言うっていうのは喧嘩ね、どんなに強そうに見える意味でも、普通の一般的に喧嘩であれば5分か10分もやれば止まるんですよ、うん、ところがピットブルの場合は1時間経ってもまだやるぞ、1時間経ってもまだやるぞ、2時間経ってもまだやるぞっていう風な感じに、ね、いつまでもいつまでもですね、この不屈の闘志があるわけです。だからピットブルは闘犬として利用されるんですね。要するにね、いつまでもいつも頑張る、そのねハートですね、うん、噛まれてもやられても諦めないというこのハート根性です。ですからね、アメリカの人たちはね、これ強いから人気があるんじゃなくて、これね、性格がいいとか見た目が可愛いっていうのももちろんある、飼いやすいっていうのももちろんある、だけどもそれだけじゃなくて、そのね不屈の闘志なんです。要するにこれはねアメリカンスピリットらしいです。アメリカンスピリットの象徴らしいですよ、アメリカンピットブルテリアのこのキャラクターっていうのは。それで人気があるんです。ピットブルを飼おうか悩んでるんだったら飼いましょう、可愛いから、めちゃくちゃ可愛いし、おとなしくてすごい人間のね気持ちをね分かってくれる犬種ですから、
これはね、悩んでるんだったら買いましょう。ただ悩んでるって言っても飼育スペースがないからどうしようかなって悩んでるんだったらそれはやめた方がいいかもしれないけど、全てが整っているのであれば飼育したって構わないです。そんなに、ね、飼いづらい犬種じゃないです。体だって丈夫だし、ね、突然大人で赤ちゃんから飼育すれば普通の犬と何ら変わりませんから。ただ力は強いのでそこら辺は気をつけてください。あと興奮が止まらなくなる血統がありますから、そういう血統には手を出さないこと、ピットブルの専門家に話を相談するといいですね。専門家もどきはダメです。今のブリーダーって9割方が専門家もどきですから、そういう方から買うと、そもそもおとなしい犬しかいないから逆におとなしい犬しか入ってこないで大丈夫かな、うん、で本当のピットブルの専門家のところのピットブルを、ね、入手すると、大変なことになる場合もある、どういうことかというと1頭しか飼えないような犬種である可能性もあるし、あるいはトレーニングさえしなければもうこんなに穏やかな犬はないよってぐらいぐにゃぐにゃにおとなしい可愛い犬種である可能性もある。なんていうか、それはね血統によるんですね。全然違うんです、全然違うからあえて僕はこの血統、今血統って言ったけどちょっと前まで、そういう犬種ですという犬種という言葉を使いましたけど、なんで犬種と言ったかというと、もうね種類が外観はねそっくりですけど種類が違うんじゃないかっていうぐらいにキャラクターが違うから、だからそこら辺は本当に、ね、専門家に相談して飼育するのがいい。で専門家もどきが飼育しているピットブルっていうのはもうおそらくおとなしい犬しか持ってないから、そういうところは安全かもしれないね逆に。簡単に言うと小タイプのピットブルテリアっていうのは、はっきり言っちゃうとアムスタップを交雑、要するにハイブリッドとして作っているので、アムスタップって、実はね、ちょっとね危なっかしいんですね。ちょっと変なことに興奮しだして止まらなくなったりとかするんで、ちょっと危なっかしい。ほんで、結構分かるうちになって噛みついたりもするんで、だからねちょっと本当になんか危なっかしいところがあるんです。ただイメージとしてピットブルテリアよりも穏やかに作られたっていうような触れ込みがあるので、みんなこれはピットブルよりもおとなしい飼いやすいんだって思っちゃってますけど、実際にはそんなことはないのでね、気をつけた方がいいと思う。ピットブルより喧嘩は弱くなってますけど、飼いやすくはなってない。別にピットブルテリアの方が飼いやすい、でそのアムスタッフをピットブルテリアと交配して、外観的にもキャラクター的にも商用に通用するようなラインに引っ張り上げているのが小タイプのピットブルですから、飼いやすいというわけではないよね。みんなそれを飼いやすいと思ってね、統計の危ない危ないと言っても逆ですから、そこら辺も履き違えちゃいけない。でね、小タイプのはうちのは安全だから小タイプしかうちのはやらないから統計のやらないから大丈夫ですよって言うと、それは間違いで、小タイプの中でも統計用のラインに近い犬とか、統計を後からねクロスさせておとなしくした犬を小タイプとして使っているところの犬はおとなしいです、ですけどもう一番初めに小タイプとして出てきたような、ピットブルテリアっていうのはちょっと荒っぽくて、噛みついたりとかっていうのはちょっと多いです、はっきり言って、それで、だからそういうのもいれば、あと闘犬用でも、喧嘩を教えない限りはめちゃくちゃおとなしくて、なんであなたこんなおとなしいのっていうぐらいおとなしい。ただ一回何かにぶち切れちゃうと止まらなくなるっていうところもあります。で、あとあったのは、基本的にいわゆるこのメイデーラインって言われる犬ですね。メイデーラインの犬ってこれはもうね数変えないよ、めちゃくちゃおとなしくてめちゃくちゃ優しくていつも一緒に寝たりとかできるんだけども、ね、他の、ね、ペットとも一緒に飼えるしおとなしいんだけども、一度ぶち切れるともう大変だよ。一度ぶち切れるともうこのなんか一度ねこのぶち切れるってね、要するにねピットブルでぶち切れることスイッチが入るって言うんですけど、その一度スイッチが入るようになっちゃうと大変。スイッチができちゃうとすぐにスイッチが、ね、作動しちゃうんだよね。
うん、メディラインっていうだからね、もしメディラインを飼育された場合はスイッチを作らないこと始めるからスイッチができないように飼育しなきゃダメだ、うん、スイッチができるなって言ったらもうちょっと一般家庭では全く手に負えない、これは危険です。で、あとは他にウェイトプリューのピットブルっていうのもいるんですね。で、これは要するに力重視に考えられている。ただの力持ちででかいだけじゃないのね、実はあれ。うん、興奮も結構強いんです、実は。本物のプルドッグっていうのは。本物のプルドッグ、プルだよ。うん、で本物のプルドッグっていうのは興奮も強い。なぜかというと、興奮しないと本当に重いもの、本当の全力が出さないんだ、これ。だから本当のプルドッグってでかくて興奮が強い、うん、ところがこれっていうのは俺一回も怖い目にあったことないんだよね。要するに噛みつかれんじゃねえか襲われんじゃねえかっていう目に噛まったことない。だから俺プルドッグって、ね、すごい敵対だなと、あれだけ興奮してものすごいのに人間に対してね危険じゃないんだよね。これはいい犬だよ。うん、これは犬だと思う、うん、よくできてる犬、うん、素晴らしいと思う。それ個人的には俺ね、アメリカンプルドッグって呼んでる、うん、ブルドッグじゃねえプルドッグだよ、うん、アメリカンプルドッグって言うのもあれも犬種分けちゃった方がいいよピットブルと、うん、だってさ闘犬用のだったらまあまだね分かるけども、ショータイプのピットブルと一緒にしてほしくないもん、あれはもう、うん、俺ショータイプのピットブルより全然完成度高いと思うよ、うん、キャラクターハートがね、うん、やっぱハートが大事だよピットブルは、うん、やっぱり力があって強くても優しいっていうの、うん、これでなきゃね飼育できないよこんなの、うん、こんなものすごいの飼育できない。だからこの優しさをねプルドッグが持っているので、もうピットブルティリアとね分けた方がいい。闘犬用のピットブルと、ね、ドリッチするんだったらまだ分かるけども、キャラクター的にねそうじゃなくてショータイプのね、ピットブルティリアとね同率に、ね、考えられちゃうんだよね、うん、だから俺それはね違うと思う。あんなね犬じゃないもん、もっと人間に対して朗らかな犬だよ、うん、もちろんね喧嘩始めたらめちゃくちゃやるよ、うん、喧嘩始めたらめちゃくちゃやるんだけども、だけども喧嘩しない限りあんなね天使みたいな犬いないから、うん、だから俺はもうね犬種で、ね、分けた方がいいと思う。要するに用途のピットブルティリアと一緒にねドイツ調べになったらまあ分かるけども、商用のアメリカンピットブルティリアと同率視するのはちょっと俺は反対。もうあそこまで確立されたらば別犬種として扱うべき。だってアメリカンブリーダーも別犬種なんだから、アメリカンブリが別犬種になるぐらいだったら、プルドッグだって別犬種にしちゃって何にも不思議ないよね。うん。